さあ8月31日名将戦やっていきたいと思います。ワンピー側テッチチュンリー名将プラマイゼロ、ツーピー側ヤックン地上プラス4、比嘉名将プラマイゼロ、富永地上マイナ2ということでお送りします。富永さんが頭が悪いから地上という意味ではないですよ、これはちょっと間違いないね。お願いします。それでは見に行きたいと思います。中継大解説書前方転身緊中継から表中足一転三、これがヤクルト得意技。さあ久々に動かしたユンが華麗に動くヤッコン、こんなもん。Prepare to strike now。さあシャブル取って発揮方抑戦エンダイパン刺さって、さあ地上戦を仕掛けるテッチ、これはテッチの蔵前より出し回りたい、ブロって投げをかくらせるテッチ、中足ゲージ使っていくヤッコン。さあ2ループすると死んでしまうぞ、鉄なんだかい接触、次の読み合いどうなる、下風呂取っていく、下風呂取っていく、デッチの下風呂が冴える。さあヤックンが3連勝で上がることができるか、中足ゲージこれつながらない、うまい流れるように前方電子へ持っていく、小牧師鉄さん高い接触ケツから放浴戦、次で死にはしないがヤックのゲージが倒る前にどっちが先に動く、デッチがエンコバになってしまう、ゲージ発動回していたが遠いそこはデッチ遠い、まさか放浴戦に自殺しに行くやつは初めて見ました、デッチ綺麗ですさあヤックプラス5、比嘉名将プラマイゼロ。さあヤックが一瞬で上がってしまうのか、相手は比嘉、この2人の勝負はキャラ差があるんですが比嘉側は相当強いぞ、膝ライダー相手は言うんだぞ、テツさんこれは取れない。さあヤックンがテツさんテツさんと強気な選択肢で前中継、これはしっかりガード前方転身前中継、これはヤックン珍しいミスっている、初めて見たぞヤックンのあのミスは、ジャクジャク中でしょう。さあ落ち着いてきた前方転身、さあ投げ腕中に出ないあの技が弱い息吹、前中前中これは運んでいくヤッコン、中足テツさん空対空、これは地上で投げるが息吹、これは逆転がかなり厳しい、ヤックンが発動せずに投げる。さあファイナルラウンド、霞が溜まってないぞ、日がどうする、中盤霞がから投げていく、中足中足と小刻みにくいが弱赤ウロンライダー、これは霞で逃げるか、ギークス、これはさすがにヤックンでも厳しいか、高い音ってなぜか繋がらない、なんでだ。さあ富永地上降格戦、富永が富永でなくなってしまう、富永地上でいるべき男、そんなことをみんなが言ってました。さあジャクジャク中、さあ相手は息吹、絶好の相手アツシとやり込んでいる、このとさらみは当たらない、吹き上げたいく、これはお見事。さあ富永先生、さあ降格したくない、富永の地上はこれは降格したくないでしょう、自分で相当気に入ってるこの称号、行く昇竜左足クラッカー表か、表からライダー壊し裏から
これはお見事、比嘉何もしてない、どんな読み合いをしている。ガラクサこれも入るか、入らない、くないから。イエスムジ剣、これは刺さるが繋がらない。5番暴れでさあ比嘉逃げ切れるか。ガーツルギスカシー守りきる富永、いや守りきりました、特別称号。さあ鉄対富永、何が起こるかわからないこの戦い。やはり大本命のヤックンを誰が止めるかといった展開になるのか。投げて投げる、さあテッチが流れるように画面端、下ブロから投げて発見、なんで当たる。いや画面を指さしますね富永さん、意味がわからないんですけど、何なんですかヤッコ、意味がわかん、指さしましたよね今、意味がわかんないね、指さしてるんですけど画面、多分ハッケーの残りがを指さしてましたよね。さあテッチさんはあんなところでジャンプしませんからね、ただ考えててもらって困ります。あはははハッケーハッケーです、スピバのお化け好き。さあ富永はやはり地上でや、さあ再びヤックン登場ということで、ここで一周回った感じか、また振り出しに戻る感じ。壊し、しっかりつないでいく、壊しでしょう、これがヤックンの得意技、前方転身ではなく投げにした、フレームを考えてガチャガチャ中、鉄さんから発動して、これはしっかりつなげていく、ヤックンのこの縁がヤックンの強さなんです、落とさないんです。前台系には中継の押し置き、マイブロマイダイ K にはマイダイ万能仕置き、チュンリーのことは全部読めている。もうヤックンはやりまくってます。ここで前方天使のスカッシュからの発見、お見事デッチ、ブライダイ中足飛脚です、エンダイバグス刺さって破産シュー、これが最大デッチ、今の判断は素晴らしい、大破産が一番ゲージが溜まります、お見事デッチ。さあゲスが当たって、さあワンチャンあるのか、中足ゲージ、これは繋がらないパターン、壊しづらいで、ヤックンコンボがしっかりしてる、しかし高い、これは本欲出なかった、今狙ってましたデッチの判断能力、5番から高い絶唱、これ繋がらない、なぜか絶唱、これワンチャンあるか、コマンドに止めてどうなる、いやー一確認ヤッコンプラス5、俺には勝てない。さあここで比嘉ちゃんがまた再び登場、スカシ投げ大番、これは3発目、これはブロない手前を力投げ、これが強いユン、お互い距離を取り合う、前方これは使って中足、リターンの少ない中足も重ねていかなきゃいけない、この息吹というこのキャラを使って勝ち続ける男比嘉、めくりくない、マニアックすぎる、これがリアル忍者です。ゲージ発動してカスミスザク、これは確定だが、ボタン間違えたか、めくってジャンプ、投げ前が狭すぎる、いぶき、あそこから投げれないのか、昇龍これ思い切って投げ、一点読みか、中足ゲージ発動して前中、これガード、さあ逃げ切れるか、カスミスザクが当たってジャクジャクシュー、絶唱どうなる、まあ一応これ足見てから波動で歩いてるぜヤック、お見事、普通に前を入れて歩くとブロッキングが無効化されてしまうので、歩くときは波動入力で歩くと
とっさに来たああいう技をマイブロができるというサードのテクニックですね。そうすると雷撃手は全部取れますから皆さんも練習してください。いい、少ないで小牧師を潰す。最後は3段目下段ダイヤシーダウン奪っていく。すかし投げ、さあ比嘉のペース、逆に壊し暴れか前方転身、思い切った行動現地発動してリープ、これはしっかり読めている。霞須ザク打ち切って少々ターゲット、逃げる比嘉下風呂、大体これ台が繋がらない。投げグループ前中継、お互いに前中継だったが、ユンの前中継の方が強い。さあどうする、ゲージが止まりそうだ。さあ比嘉さんはいけるか、逃げる忍者が逃げる、逃げてブロッタが、比嘉どうした、なぜかニアズブロがない、比嘉どうした、打開に見え、さあヤックン勝てば東証昇格、富永負ければ名将に降格。さあヤックン初の東証に昇格できるか、さあ時が来るのか、ヤックン壊してでしょう、ゲージ発動して、さあこの流れ牽制まで上がっていきたい。ヤックン中足中足小牧師大越打開絶勝。さあ裏にしっかり回っている、これはお見事、出し投げで追いかける富永、壊し下ろし、これはガードシール、ジャンプ着手、かぐらシール、ヤック2勝 EX2 勝の2勝ダッシュ漫画されマニアック。さあ消化源リーチをかけていく。さあ富永降格してしまうか、中盤壊してそう、中盤逃げ中キック、マイライファン置いてある、富永前カーニがうまい、前中継、これ見ているヤック、前中継小牧師、前中継ライファン、ゲンさんだ、ゲンさんと赤いセッション、これ逃げる、逃げて富永追う、どっかでドサミ当てなければ、どっかでどっかでやりたい、出しだけから EX 2勝、これを追い切ってるヤック、お見事、逃げしてそう、どうなる、壊し下ろし大パン、しかし投げてまだ勝てない、これが富永合格綺麗でした、ヤックン東証昇格おめでとうございます。ではですね、ここでまあ撮影の方は終わるんですが、そのまま哲さん行ってください。